島津を葬る。そういうことだ。じゃあね、ガキ。俺はあいつにまんま
敵はないぜ。父上、年相応、やりましたね。豊久、お前の命を救ってくれた。たとえこれじゃ意味がない。物量を押しを立つには秀吉を撃つしか。 本気でそっかです。ああ。やってあげる。任せな。やってあげたよ。解剖。
ここは一旦引く流れです。そうじゃな、焦る必要はない。一度引いて体勢を立てろって。開門。俺が退却までの時を稼ぎます。ヨシッサを狙えば始末の追撃も鈍るはず。 吉沢氏を狙ってる。やらせるもんか。勝利条件変更。無双の剣に敵はないぜ。無謀で無茶で青臭い。お前の、いや、島津の戦は見事だった。じゃあな。好き放題言って帰りやがって。でも 俺もあいつとの戦は心震えた。<笑>よかったな豊志さん。だが島津にとってはこれからが正念場よ。このまま抵抗し続けるか、それともどちらにせよこの博打勝たねばならんな。